やれるかやれないかじゃなくて、やるかやらないかだなっていうので不安はありましたけども、先にもやんなきゃっていうふうな感じましたね。青森県弘前市でリンゴを作っています石岡しおりです。進路選ぶときに特になんかやりたいこともなく、進路指導室に行ったときに飛行機のパイロットになる専門学校みたいなの見たときに、それ見出た先生が興味あるのって言って、自衛隊入ると飛行機乗れるよって言われて、まあ、あの女性のパイロットっていうのもあるよっていうので受けてみたのが高校3年生のときに受けまして、で自分的にもやっぱり手応えはなかったんですよ、試験の時に。こりゃおじだなと思って、でそのまあ保険じゃないんですけど、自衛隊の普通の自衛官になるっていう方の試験も受けて、そっちは受かったんで、で自衛隊の中でそのレーダーを見る監視活動の仕事してたんですけど、やっぱりあのレーダーで飛行機見てたら自分でもやっぱ乗りたい思いがやっぱ消えなくて、飛行機の学校を調べて、でニュージーランドに行きました。まあ1年間留学期間切りをつけで一回日本に帰ってきた時に、ちょうどその時に父親が亡くなりまして、父が亡くなって、その当時も祖母と母としか残ってなかったんですけど、親戚とか集まってた場で、あのこれからどうするんだってっていう話になった時に、やっぱり今まで自分が生活してきたのもやっぱ畑の中ですし、畑あってこそのうちの家庭だったので、手放すっていうか他の人に任せるのもどうかなと思ったんで、その時はもう本当に突発的に私がやりますって名乗りを上げた状態ですね。それから農家になるのが始まりました。リンゴ作りに関しては本当にうちの集落の人に助けられて、父親亡くなって、あそこ娘帰ってきて頑張ってるよって言って、みんな助けてくれたんですよ。あの草刈り機の影がだおかしいです、やっぱ隣の畑からお父さん飛んできてくれて、それでやっぱ草刈り機の機械壊れるよって乗り方っていうか使い方教えてくれたり、あと冬の作業の枝切りに関しても集落のお父さんとか何十人も30人ぐらい集まって枝切ってくれたりとか、こうやってやるんだよって気にかけてもらって、それで育ててもらいましたね。最初本当に収納して最初の頃ってやっぱり面白くなかったんで、草刈り機乗ってる、なんで今飛行機乗ってたかもしれない、なんで草刈り機乗ってると思うだろうと思ったりしてなんですけど、最初の何年かはそう思ってたんですよ。あのやっぱりもう飛行機乗ればよかったかなとか、やってる間にやっぱ自分のリンゴ作って美味しいって言ってもらったりとか、そういうのもだんだん面白くなってきて、リンゴ一つ送ることによってその送った先の人とつながれるっていうか、そうお手紙もらったりとか、美味しかったです今年のリンゴって、で何年も買ってくれる人って、今年ちょっと美味しくないですとか、そういうのも返ってきて、で自分が作ったその1年かけて作ったリンゴのレスポンスがちょっとダイレクトに返ってくるんですよね。それが面白くて、ずっと13年やってきたんですよ。あの個人的にそういうふうに宅配とか、あの直売とかして買ってくれてるお客さんって、もう長い付き合いだと10年以上買ってくださってる方とかもいらっしゃるんですよ。ちょっとずつちょっとずつその口コミじゃないんですけど、美味しかったからあなたのリンゴ欲しいですって言ってくれる方とかいらっしゃって、そういう人たちが増えていくのがすごい楽しいですよね。だんだんあの開拓していってる感じがあって、それを日本全国いろんなところから美味しかったよっていう声がレスポンスが返ってこれるように、美味しいリンゴを作ってお届けしたいなっていうのが目標です。